室戸市にある椎名漁港。日の出から間もない早朝に定置網の水揚げをする漁師の姿がありました。椎名大敷組合の漁師たちです。彼らは通称サラリーマン漁師。その独特なキャッチコピーで今注目を集めています。漁師っていうとね、たくさん魚が取れたらたくさんお金がもらえるけど、まあ、空振りやったりすると収入が不安定っていうイメージがあるんですけども、定置網漁業はちょっと違う形なんで、そういった形を分かりやすく伝えたいと思いまして、そういう言葉を使ってます。雇用型になりますんで月給制なんですね。勤務時間なんかも割と決まった時間にっていう形になってますんで、そういった面でいうと待遇面考えると、まあ、サラリーマン形態に近いかなっていうんで、パンフレット作っていただいた時にデザイナーさんがもともとは発案した言葉なんですけども、受けがいいんですよね。何やろうっていう感じで思っていただけることがあって、あ、これで正解やったのかなと思ったりしてます。今では過疎化に伴い漁師の人数も減少傾向にある昨今、100年以上続く伝統の漁を知ってもらうことが存続への第一歩と考えたのでした。これからもね、ずっと続けていきたい。ただその人がいない、働く人なんか、まあ、集落全体の人もいないっていうことで、いなければ外から呼んでくるしかないんで、県外からの移住者とかで、新しい力、新しい考え方を持った人、いろんな人たちの手を借りて今後の100年間をまた生き延びれるように活気を取り戻していきたいなっていうのが一番強い思いです。海と日本。